出発気ままに趣味旅、今回は奥の細道のルートをたどる仙台松島俳句の旅。青と青、はい、秋の松島飽きさせず、初心者に優しい俳句のテクニックから地元の名物も、俳句を読みながら秋の宮城を満喫します。10月19日月曜夜7時から。